これついたね、うん、でこれで置くだけね。これ腹よっしゃ。これでほっとけばもうだいぶいいんじゃないですか。これよろしくお願いします、はい。ああ、しかも一人でやるの、一人もね、たまに言えるとガチャガチャしてるから見てた。チャンネルの時間です。今日はこの雰囲気、ね、キャンプに学 MC さんに連れてきてもらって、今回ゲストとして、登場してもらいます。よろしくお願いします。もうまずがさ、いい雰囲気、ありがとうございます。いえ、こちらこそありがとうございます。キャンプしようって言って声かけてくれて、そしてなんかすげえいい雰囲気だなって言ってでも本当は、はい、あのキャンプ行こうよって俺その LINE したけれども、はい、あのシーズン前のあれじゃないですかみたいな感じだったでしょ。いやもう本格的すぎて、僕がねキャンプ自体が、うん、実際もうね小学校とかもそんな幼い時以来なんですよ。ちょっとバーベキューはありますよ、ね、だけどここまでガチのね、ガチので、それでちょっとドキドキしながら何持ってきゃいいんだってなんかね、そうそうそう、はい、そういう模様も、あの、はい、ガクさんのチャンネルでもそうですし、ね、この副チャンネルでも流すんで皆さんお楽しみください。このキャンプ場の、一番いいのはこれ47番だと僕思ってて、ここの景色がね、やっぱ一番いいのよ。私、あの、自己紹介すみません、ミュージシャンですね、基本ね、基本ミュージシャンなんですけど、サッカーが好きで、そうですよね、今ね、その、大体年を通すと、60本ぐらいライブやってる、それ、はいはい、あの、年間、はい、で、サッカーの試合はね、100試合ぐらいやってます。本職は、ミュージシャンです、はい、収入はもうあの音楽の方でやってますけど、はいはいはい、なんですね、だって皆さん、はい、ガクさんを知ってるのかな、だって僕は、まあ、世代的にもありますもんね、はい、イーストエンドプラスユリ、はい、だよねっていう、ね、だよねってみんな歌ってた人絶対いると思うんで、僕らそうだし、そうね、その世代はね、大体30代後半から上の人はそれで認識されてますね、はいはい、そうですよね、だから僕ね、こうガクさんと知り合ってから、でダヨネは知ってたんだけど、ガクさんがいること知らなくて、ね、紐づいてなかったね。そう、なるほど、ね、ガクさんと知り合って、ガクさんこういう人ですよって、いやーって驚いてて、そうですよ、だって歌ってましたからね。俺ね、紅白歌合戦は見るものじゃなくて出るものだと思ってます。うわ、すげえ、かっこいい、かっこいい出るものね、あれ、はい、はい、明日のゴミ出し学 MC です。よろしくお願いします。ありがとうございました。サッカーをクソ嫌いだったっすよ俺、あの時は。そう、もともとガクさんはじゃあサッカー、俺は高校生までサッカー部だったから、はい、もちろんもう自分がサッカー選手になりたいと思って、 J リーグもないくせにサッカー選手になりたいと思ったんだけど、高校入ってレギュラー取れなくて自分の居場所がないってなった時にやめようかなっつってやめたの。挫折したのね、はい、でそうなるとどうなるかっていうと、サッカーを否定しだすわけじゃない。あ、サッカーなんか面白くないでしょ、面白くないからどうせこんなに出てもやってるのとかね、だから俺やめたんだぜなんつって、で部活やめて、それまで仲良かったサッカー部の友達とかも、はい、うまくコミュニケーション取れなくなって、はい、でそのサッカー部の友達とこう街で、あの学校ですれ違うと目そらしてたりなんかして、めちゃめちゃ実は悲しい高校生活。サッカーグラウンドの横通って帰ったら家近いのに、はい、回らない、もう、まあ、もう遠回りして帰るみたいな。でその時にそのラップミュージックと出会って、うん、あ、俺はこのラップミュージックが好きだからサッカーを嫌いになって、サッカーする必要ないんだと思うんだみたいにこう言い聞かせて、ラップがあるからサッカーじゃなくて俺はこっちを取ったんだっていう体にしてなんかやりくりしてたんで、あ、じゃあ自分を納得させてたみたいな、そう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 、抑えてた感じですか。そうそう、だから J リーグ、はい、元年とか、はい、実は自分の、あの CD デビューの年なんだけど、はい、もう
いや、ラップ、サッカーじゃないでしょ、ラップでしょ。で、サッカーのニュースがテレビであるときは消してたし、全部。そこまで。そう、だからその、アメリカ大会とか覚えてない、はい、バッチョが外したとか、そんな後で、あれ、後で掘り返したし、J リーグ元年の頃とかのスター選手とか全く知らん。もう明らかに自分がそのあの時のバブルだったわけじゃないですか、サッカーバブルじゃないですか、もうめちゃくそバブルでしょ、ニュースでもやってるし、それを避けようとして、もう全部ニュースは消してたはず、記憶ないからさ、そういうことですよね、うん、で、こっちはデビューして、そこそこいい店に先輩とかに連れてかれた時に、奥の方に武田さん来てますみたいになったりするわけじゃないか。そういうとこも、あ、サッカーの人とかもうちょっともういサッカー好きじゃないからみたいに言ってた。でも今なんかめちゃくちゃガクさんのサッカーさせてもらうけど、そうでしょ、好きじゃない。それ、まあ、もうきっかけはもう明確にあって、それはたまたまやってた試合を見ちゃったの。それがマイアミの奇跡。あれをね、テレビ見ちゃったの。はいはいはい、もうこれはまあ僕らもそうですけど、そうでしょ、はい、だからそのマイアミ奇跡がたまたまやってて、ああ日本がこれなんだ、 なんかでブラジルとやって、ブラジルとやってんの、はい、嘘でしょなんて思って、はい、よくフラントオリンピックのブラジル代表を倒したっていうね、マイアミ奇跡って、ね、そうでしょ、はい、で伊藤テルがこうふわーって入れて、はいはい、え勝つの、嘘でしょ、ブラジルに勝たないでしょ、勝ったーみたいになって、はいはい、でもグワーって泣いて、その時、はい、テレビ見て、はい、で、あ、俺自分がこうなんかこう サッカー嫌いだって言ってた、自分が、うん、ちっぽけだみたいになって、でなんかもういろいろなことを思い出して、その翌週に、いろんな友達電話して、俺はサッカーやりたいから、うん、明治神宮のところにフットサルのところに看板出てて、サッカー大会、うん、サッカーコートレンタルって書いてあるから、うん、やろうみたいな、で電話してサッカーを始めたんですね。で、あれが96年、6年ですね。だからその福利下賀氏がジュビロに、はい、でその95年うんぬんの時は見てない、はいはい、多分ね、知らないんだ。そうで、はい、その後の価値はもちろん知ってるよ、自分がそこから96年からもうがっつりサッカー行ってるから。だからこそのなんか思いがあり、この好きな感じなんですね。そうそう、 今はもう本当にサッカー好きだし、年間100試合やるし、ね、その空白の何年間を取り戻すように、うん、いろんなことをむさぼり勉強し、うん、アメリカ大会ではバッチョが外したのか、へーみたいになったし、あ、後から見てね、後から見て、はあはあはあ、でもガクさんがね活動してるそのミーファがあるじゃないですか、うん、ミュージック、インタラクトフットボールフォーオール、はい、ね、あってあるんですけど、まあ、それがね、僕たちが、僕もそうですけど、やっぱサッカー選手もそうなんですけど、音楽を聴、まあ、いてるわけですよ、試合前とかに、はいはい、で落ち着いてまた試合に出るっていう人もいれば、逆に言うともっと高ぶって出るっていう人もいたりとか、ね、僕らはか音楽と関わり深くて、でその時にガクさんがそのミーファっていうね、ミュージックとフットボールをっていうのをやってくれた時に、うん、もう第1回目から声かけてくれた。そうですよ、それが僕も嬉しくて。ミーファファミリーというと、はい、なんかやっぱ重要なのは、まあ、音楽側でいうと学 MC と桜井和俊がやってるじゃないですか、はいはい、でだからその、サッカー界的には福西崇史と、まあ、そこに七海博士がいてね、うんうん、その2人がやっぱ肝になって、うんうん、僕らを盛り上げてくれてるっていうのがいつもあってね、うん、ブラジルも行ったしドイツも行ったしね、そうロシアも行ってる、ああ ロシアも行ったしね、でやっぱりその時に必ずウカスカジーが日本戦の前に流れるんで、ありがたいやですね、もう自分の歌じゃねえのに自分がやってるのように ね浸らしてもらってるんで、いつもありがとうございます。こちらこそありがとうございますですよ、本当。でもガクさんがねやっぱりこう好きだなって言ったのはヨルダンの夜、ヨルダンね、これ二人でいつも言うんだけど、ヨルダンの夜って言ってね、ヨルダンの夜2014年のブラジル大会の時に予選ね、予選でヨルダン戦があります、これ勝ったらワールドカップ出場決定ですっていう時に、まあ、僕は NHK 解説、
で、七海さんがちょうどテレビ朝日の解説行ってね。で、ガクさんとミーファの社長が、社長と、ね、から行くって言われた時に、もう会える時ないかなって言って。で、たまたま七海さんとホテルが一緒で、ガクさんとは違くて。俺らもっとね、安宿。安宿。ちょっと飲めないって言ったら部屋で。部屋の4人でしてね。あんなにサッカーの話をじっくりしたのってなかなかなくて。なるほど。まあ負けてしまったんですけど、代表はね。ね、だけど、こういう風に流れて、こうなっていくから、こう、ワールドカップに出てて、ななめさんも出てるし、で、僕も出てるし、じゃあ大会のことを、めちゃくちゃ聞いてくるんですよね。そうそう、でもだってもう興味津々だもんね、こっちはね。うん、それぐらい好きなんだって。だってさ、ワールドカップのピッチに立てる人ってさ、はい、4年に1回の大会でさ、そこにまあ20何人 ?3 人 ?3 人通る。23人以上、はい、そこに何回出た？僕は2回出させてもらった。2回出てでしょ。2006年。やばくない？はい。だから、ね、46人の中に2回入ってる子わけでしょ。あ、そうそうそう。だって今4回とかもいるわけですよ。いや、それも例外でしょ、はい、それ。だから今大体100人弱じゃないですか。ワールドカップに。あー、はい、なるほど。そうか、そうか、そうか、そうか。音楽との関わりってすごいサッカー大きくて、そうね、今回の YouTube コラボもそうで、キャンプもこう自分が大人になってここ初キャンプ本格的なこうやってるっていうのもあって、今日はあのキャンピングカー運転してたね。そう、初めてですね僕。あれもね、よかった。もう次の経験をさせてもらってるんで、もうありがたいなっていうところで、またね、これ最後にちょっとガクさんにこう音楽と、はい、こうサッカーとっていうものをこれからも、いや本当だからさ、これどういう未来かわかんない。福ちゃんはさ、はい、今後そのもしかしたら解説辞めてさ、監督業に行って福西ジャパンになるかもしれないよね。はい、まあまあ目指してはいるところもありますね。そうでしょ。だからそうやってこう切磋琢磨する人が横にいると、こっちも頑張らないとみたいな気持ちにもちろんなるから、はい、サッカー続けるためにはやっぱ本業うまくいってないと続けられないから、はい、どういう目標とかになるんですか？だからそうね、やっぱラップミュージックの世界で、初めてその生計立てられた世代だと思ってるの、俺らは。だからその第一世代というかさ、はい、だからその僕らが若いやついっぱいいるし、もう知らないやつもいっぱいいるんだけど、はい、おじいちゃんに一番最初になる世代だから、はいはい、もうあの今まではこうマイク持ってイエーイみたいな感じじゃない、うんうん、そこんな感じ、こういう感じじゃない、はい、ラップのイメージって、はいはい、だけどそうじゃなくて、座りながらギター持って、はい、もうとにかくもう座りながら、あのみんなお客さんも座ってやるような、そういうようなライブになっていくのかもと思う。まあ、それも学さんが先駆者になっていく。先駆者、そうね。だから、そういう方向行くし、あの楽器持ってギター持ってライブするラッパーってあんまりいないから、はい、そういう意味でもなんか俺はそのレストランのライブとか、そういうのもやって、ちっちゃいのから大きいのまで、ね、大きいのまでやって、浮かすかじはねちょっと大きいところでやって、はいはい、自分のはキャンピングカー乗って、はい、じゃあおじいちゃん、あの今日はあの北回り2ヶ月行ってきますって、あの子供とか孫とかに行ってきますって言って、北回り2ヶ月やって、はい、これだけ稼いできましたって現金渡して、じゃあ次南セット行ってきますっていうような感じになりたいかな。キャンピングカーでも楽しいじゃない。そう、僕も今回初めてそう思いましたね。え、なんかあれだけあって、ね、その宿も取らんといろんなとこ行けるし、うん、でもずっと生涯現役でいたい感じ。そうですよね、うん、音楽は体楽は、ね、もう大切ですけど、そうそうそう、物も大切じゃないですか。もう座ってもいけるから俺らは、体がね、そう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 、大事なんで、まあ、お互いに音楽とこうサッカーが発展していればいいかなと思うので、そうですね、ご協力をもちろんいただければと思いますので、で、あの、はい、サッカーやった時いいパス一つ、はい、もちろんもういつも、いつももらって何分ぐらいで本当どう行けばいいとかどうしたら点取れるとか、そんなのはね、もうどんどん言いますので、まあ、はい、今回もガクさんのチャンネルでも、はい、まあ、僕出させてもらってますし、まあ、キャンプの模様もそうですけど、そうね、チャンネルでもしよろしければチャンネル登録、あ、それでもいいね、コメントぜひぜひよろしくお願いします。あれいいねって本当にいいね、いいですよね、いいねはいいね、本当にぜひもうグッドサインお願いします。今日はありがとうございました。ありがとうございました。
あのキャンプ場にですねいたちょっとご近所さんとかも含めて今日は学園 MC と福祉たかしセッション。なんと福祉たかし初楽器じゃないですか、それ人前。